ジャパンブリーディングファームズカップ JBC スプリント JBC スプリントは日本の JBC 実行委員会と試行競馬場を管轄する競馬主催者が各地の競馬場で持ち回り開催する重賞競争である。農林水産大臣が賞を提供しており、正式名称は農林水産大臣商店 JBC スプリントと表記される。副賞は 農林水産大臣賞、JBC 協会会長賞、石川県知事賞、金沢市長賞、日本中央競馬会理事長賞、日本バッシュ協会連合会長賞霊賞、日本地方競馬バッシュ振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、石川県バッシュ協会長賞、 アメリカ合衆国のブリーダーズカップに反を取りながら将来的にダートの各カテゴリーにおけるチャンピオン決定戦とすべく2001年に生産者が主導して実施する JBC 競争の一つとして JBC クラシックと共に創設された後に創設された JBC レディスクラシックと共に2019年までは3つの J プニー競争が同1日に 同一の競馬場で施行されている。開催地は固定されておらず、各地の競馬場が持ち回りで施行している。2020年からは、j b c 二歳優秀の新設により、同日に2場で開催されている。距離は、ダート1200メートルを原則としているが、施行場の距離設定の都合により前後する場合がある。以下の内容は、2021年の開催概要に、基づく。 該当する競争条件の上位の順競争条件が同一の場合は通算の収得賞金額に過去1年間の収得賞金額と過去2年間の GI における収得賞金額の合計額順。同額の場合は抽選。選定日時点のレーティング上位2等残りの出走枠の概ね半数は以下の順で選定。 二歳戦を除く過去三年の GI 競争1、二着場及び、過去一年間の GII 議員、及び二歳 GI 優勝馬過去三年間の GI 三着場、及び、過去一年間の GII と議員に、三着場及び二歳 GI 2、GI 二着場。さらに残った枠については、金層の実績、JBC 指定競争の勝ち馬、上記二つの基準による、実施上及び、 実施地区の所属場並びに、地方競馬各ブロック所属場の選定状況、選定日時点のレーディングを参考に選定。トライアル競争上記のほか、各地区地方競馬で施行される一部の重症競争が、JBC 指定競争として、JBC 出走場選定要領により定められている。優先出走権の付与はないが、選定にあたってその成績が重要視される。 負担重量定量。3歳 56kg、4歳、以上 57kg、貧馬 2kg 減1着賞金は、創設から2010年まで8000万円だったが、2011年より6000万円に減額された。2018年の JRA 開催の際は1着賞金7000万円に設定された。すべてダートコースで試行。タイムランの R は、 コースレコードを示す。競争名は、第6回のみ、JBC マイル。他は、JBC スプリント。各回競争結果の出展。ありがとうございます。